詩は人を動かし、国を動かし、そして歴史を動かす。人は古の昔より知を求め、時にはそれを得るために争うことすら厭わなかった。時は講和6年、太平同人の英知を欲した3人の同志たちが試練に挑む。彼らは見事思考の知を得ることができるのか。性能どうしよう。私が記した書を譲ろうぞ。斧が力を示しつつ私の元へと来るのだ。他者に遅れとる者は格別の試練を受ける。風の一つも乗り越えてもらおうか。たどり着くとはなかなかのものよ。我が試練を受けて。どなたが城に一番乗り。見事よのう。だが城内の我が用事つき越えられるかね。力を城内の兵に示しつつ前進するがいい。魔術書は我のもの。ボングどもには譲れん。あしも本気なんでね。負けらんないよ。この先も奮起して進むがよい。超えるのはきついね。避けてくよ。ほうほう、なかなかにやるじゃん。他の者に確かにここまでたどり着いたか。ならば私が特別に試練を与えてやろう。
ねばならんでしょうな。ああ、私のことまであとわずか。今こそ神秘の術、その髄を見せてやろう。私の元へ来るがいい。さあ、ならばもはやせかすこともない。我にあだなす哀れな子らよ、聞くがよい。時代は好転へと変わる。我と共に住もうぞ。おほう、なかなかの力を持つ同士よな。ああ、最後の試練を与える。ここまでにそなたが見せた力ならば、今一度厳しげに試させてもらおう。毒の霧とは名義用だが、我には通じぬ。どう見えても奇襲は得意でねえ。まで、もう一踏ん張りだね。結構、そなたに同日賞を与えよう。なんせにこの書は危険、調整が封印しよう。過ぎた欲に踊らされた者たちの不創造しきことや、やはりいたずらに争いを呼び起こす書など乱世には不要であろう。この書、小生の術で人の手の届かぬところに封印しよう。いずれ平らかなる時代が真にこの書を欲するその時まで。新しい護衛武将が仕官してきたようだな。この護衛武将はその際一国を制し、幼年神童と称された人物のようぞ。